はい、柏勝利 NHK をぶっ壊す。令和2年2020年1月の18日土曜日です。時間は0時19分であります。 NHK から風魔王党の岡島園でございます。先ほどね、これ自称上田良一さんの、音声を聞いていただきました。ごめんなさい、本当は、ね、2部構成にするつもりじゃなかったんですけども、実はね、あと1本音声があったことをすっかり忘れておりまして、その先ほど自称上田良一さんと稲葉周作なのかなと思われる人物との音声の、また先ほど聞いていただいた続きがありますので、ちょっとお聞きください。もしもし。あ、なんか分かりました？いやいや、ドコモショップ電話したんだけど、はい、来てないって言ってるし、はい、嘘ついてるんでしょ？いや、嘘ついてないよ。いや、電話したんだよ、あの山口の上の方に。個人情報だから教えられないって言ってくださいって言いましたからね。嘘だったらどうするじゃん、それが。今から行こうか、じゃあ山口に。あ、いい。今山口だからさ。あ、行ってもいいよ。今どこにいるの？だから宇部市だって。え、っていうか、ごめん、誰？マジで。いや、だから誰って、そっちがかけていたから俺はかけてるだけで。いや、じゃあいいよ。かけてないって言ってんの。いや、でも、そこで俺、嘘つかれたことがやっぱ気に食わないからさ。あ、そう。ドコモショップに行ってもないっていうのに行ってる、行ってもないのに行ってるっていうしさ。はい。で？いや、不快な気持ちになるわけじゃん、こっちは。はは、行ったって言ってんじゃん。いや、だから確認したんだって。全然来てないし、申し上げませんと。申し上げれませんでしょ？うん。うん。それは言わないよ、個人情報だから。言うわけないじゃん。いいっすか。あ、言ってないでしょ。いや、言ってもないし、確認も取ってないし。言ったっつってんじゃん。じゃあ、位置情報送ってきてよ。いや。なんで知らない人に送んなきゃいけないの？え、稲葉？だから誰だって、それ。稲葉周作さん？誰それ？ MIC ネットワークの稲葉さん。だからそれが誰かって教えて。誰か？うん。MIC ネットワークっていう会社の稲葉周作さんっていう人じゃないの？山口にあるの、そんな MIC っていう会社が。あ、あるよ。てか、そもそも俺山口に住んでるわけじゃないんだけどね。今山口いるって言ったじゃん。いや、それはだってそっちが続いたから、やっぱ俺も嘘ついて対抗しないとと思って。あ、そう。いや、でも、うん、知らないよ。え、もう本当誰なの？え、いや、なんかこっちは聞きたい。誰なんすか？いや、だから上田良一っていうものなんですけど、かけてないのよ、本当に。でもこっちに着信履歴が残ってるからね。で、なんか急になんか稲葉とかっていう名前出されて、こっちも不快だわ。あ、そう、違うの？だって上田良一っていう名前知ってたんでしょ？知ってる、知ってる。だってこれ言うというか、まあ調べたから。だってこれ上稲葉にしか言ってないもん。あ、じゃあ偽名、その上田っていうのも。いや、本名だけど。稲葉以外にこの電話で、電話番号で上田っていうの知ってる人いないもん。だからその稲葉っていうの、じゃあ誰なの？連れてきてよ。どこに？いや、じゃあ山口に行ったら連れてきてくれるの？え、いや、別に、いや、なんていうの、MIC の稲葉っていうのは社長なのよ。うん。うん。その人にクレームの電話するために、この電話をかけたのよ。あ、この電話を持ってんのよ。クレーム専用電話ってこと？そうそうそう。うん。うん。だからもう連れて、うん。かけてないのよ、だから。じゃあなんで僕の電話番号にあなたからの電話が鳴ってるんですか？いや、わかんないよ。知らないから、本当に。え、あれっすか？あの、オレオレ詐欺とかですか？オレオレ詐欺？うん、とか、氷菓子とか。それだったら振り込めよって言うでしょ。いや、氷菓子とかじゃないと。え、逆に僕のことはめてんすか？いや、はめてないよ。ごめんね。いや、こっちも困ってんのよ。かけてないし、ドコモに聞いても、うん、かけてないって言ってるし、うん。履歴も残ってない。ドコモの店舗に行ってもう一回電話してきてよ。嫌だ。田淵。なんで行ってないでしょ、だって。いや、行ったっつってんじゃん。もう閉まってっから。え、閉まってないから。いや、閉まってっから。あんだけ田舎に住んでんだよ。山口県の田舎具合知らないでしょ。
もういいよ。いや、気持ち悪いからさ。いや、こっちも気持ち悪いよ。だって上田良一の名前知ってたんじゃん。気持ち悪いじゃん、誰にも言ってない名前を知ってるって。なんて上田良一の名前知ってたじゃん。いや、だって聞いたからね、俺は。誰調べて。誰に。それこそさっきあんたが言ったように個人情報だから言えない。もうじゃあ一緒じゃん。でも先にかけてるのはそっちだから、やっぱそっちはね、オープン。かけてないのよ本当に。でもじゃあなんで俺がこの番号知ってるのっていうことになるでしょ。知らないよそんなの。じゃあなんで上田良一って知ってんのっていう話になるじゃん。で、挙句の果てにはなんか稲葉が MIC だとかってなんか言われるわけでしょ。じゃあどうしたらいいの。ごめんなさいって言えばいい。どうしたらいい。ごめんなさいって、そうだね。それでいい？え？それでいい？いいよ、ごめんなさいって、ちょっと謝ってみて、せいなして。ごめんね、ごめんねー。バカか、お前は。ごめんね、ごめんねーっていうね、締めで終わったんですけど、さすが上田良一さんですね、と思うんですけども。もう聞けば聞くほどね、稲葉周作っぽいんですよ。この男、まあ結構ね、この男、結構平気で嘘つく人間らしいっすわ。嘘をつくことに何の罪悪感、違和感も感じてないようです。まあ、そういうね、証言もいただいております。あの、皆さんもね、覚えあると思います。あの、山口県宇部市で、あの、恐喝事件ですね。脅迫恐喝事件が起きたわけですよ。訪問先で金払えよっつって、結局ね、あの、最終的には警察沙汰になったわけですけども、110番通報されてね、警察官相手に稲葉周作は最初稲葉周作という名前を名乗らずに、谷脇誠っていう名前を使ってたわけですよ。警察に対してまで平気で嘘をつくわけですよ。自分の身分を偽る、偽名を使う。どうやらね、まあいろんな情報本当に入ってきてるんですけど、彼ね、偽名使うこと何とも思ってないらしいですわ。だから警察に対しても平気で偽名を使う。もうね、もう習慣づいてるんですかねって言い方でいいんですかね。日頃からそうやって偽名を使ってるんで、まあ、もしかしたらね、嘘の名称を持ってる可能性もゼロではないぐらい平気で嘘つくらしいですわ。平気で身分を偽る、偽名を使うという人間らしいですわ。本当にいろんなね、情報が入ってきてるんです。で、もしこれがね、稲葉周作くん名誉毀損だつんであれば来なさい。それを覚悟のもとに今言ってるわけだから、これが名誉毀損だつんであれば来なさい。受け取ってあげるから。ね、裁判所で戦いましょうや。全然構いませんから。もうこれだけじゃないんですよ。本当にね、いろんな人がね、あいつだけはというようなね、もう本当にちょっと YouTube 上ではちょっと言えないぐらいの、情報入ってきています。ぜひね、あの、本当に、今最新の稲葉情報に関する情報であればね、ウェルカムですので、何かあればご連絡いただければというふうに思います。よろしくお願いいたします。もうこのね、8448の番号、先ほども言いましたけども、かけてもね、折り返し来ないんですよ。人を選んでるみたいですね、どうやらね。ぜひね、あの、この謎の男の人、まあ稲葉周作だと僕は思ってるんですけども、このね、稲葉周作くんと思われるこの人物、ぜひね、もう一回上田良一さんに電話してあげてくださいよ。結局どうなったか。もしね、その着信履歴云々で不服だって言うんであれば、僕も立ち会いますよ。ね、上田良、自称上田良一さんと僕が立ち会いのもと、本当にあなたが、あなたの携帯番号の着信履歴に、あなたがおっしゃった日時に上田良一さんの携帯番号か着信があるっていうことを、ね、確認させてくださいよ。私立ち会いますよ。あなたに会いたいもん、謎の男の人。僕はあなたが上田、あなたが稲葉周作だと思ってるんで、ね、本当にこれを突き止めたい。上田良一さんから電話あったと豪語するんであれば、ね、
私が第三者として立ち会いますよ、その場で。あなた確認したいでしょ、上田良一さんから着信があった、何なんだこの着信は、と。でも上田良一さんは電話してないって言ってるんですよ。どっちが言ってることが本当なのか技術確認しましょうよ。私その場に立ち会いますから、ぜひご連絡ください。よろしくお願いいたします。以上です。柏処理 NHK をぶっ壊す。